皆さんこんにちは。ワンシーズン楽しませていただいた、岩倉生活、雪の状況も考えて、今週で終了にすることにしました。まあ今日ということですね。本当にシーズン初めにたくさんの雪が降ってくれたので、雪不足の心配をしない久しぶりの、シーズンでした。これを見ていただいても分かるように、この時期になってもなんとか、滑ることができる状態が、保たれています。そしてホテルの方に向かってもですね、まだなんとか、通路は保てています。まあ、来週になるとね、この辺のちょっと土が出ちゃってるところが広がって厳しくなりそうなんですけれども、まあ、その辺もあって、今週で、今日で、2021スキーシーズン終了とさせていただきます。結構ですね、今年は日光白根、見ることが少なかったです。実を言うと火水、お天気があまり巡り合わせが良くなかったんですね。でもね、こうやって、最後には火曜日も水曜日もいいお天気ということになりました。そして空を見ると、エアブラシでちょっとこう、吹きつけたような、雲の間からですね、お月様が、顔を出してくれてます。映ってるかな。そんなような状態で今シーズン終了を迎えようとしています。お祭り広場本当にありがとう。そして岩倉スキー場本当にありがとう。シーズン初めにたっぷりと雪を降らせてくれた神様ありがとう。そして、お祭り広場のスタッフの方々、また毎週のように一緒に滑ってくれた仲間、そして、宿の吉宮さん、その他ですね、たくさんの方にお世話になりながらシーズンを終了することができることを喜びでおります。来シーズンもですね、ぜひシーズン初めにたっぷりと雪が降って、雪の心配をしなくていい、雪不足を心配しなくていい、そんなスキーシーズンになることを願っています。最後に映ってるのかな、お昼のお月様を見ながら終了したいと思います。皆さんありがとうございました。